コラゲが多いだろう。私はだいぶアドを持ってたのに。しないって。わしらなのか。半年ほど前から好きな男ができたが、喉がカラカラになって咳する咳する。俺たちに顔も出てくれるんだ。下隠しに隠し。水飲まないけんね。無駄のチャンスもないのあの時よ。おもさは臭みの虫が取れたということで、もう七夜は戻らん。おめえ名は何て言った？おもとでございます。何それ？うん、そうか、おもと、うん、お前は天が一の引き込みだと母さんが感心していたぜ。まあ子供か、眠れぬ夜も多いであろうが、己が選んだにした。くれぐれも体をいとえよ。やはり体を動かすのが何よりの良望だったのでしょう。いずれご挨拶に伺わせます。ではこれ。いいお頭だね。なんてお方。いけないいけない、私たちの会話でこんなこと聞くのはご法度だったね。コマドメと比べたら月とすっぽんだ。コマドメのお頭はひどいのかい？ひどいのなんのって、足を洗うなんて言うもんだから、何をするか分かったもんじゃない。それはあんたに惚れてるからだろ。冗談じゃない。一度も自分のものにしたら、女でもお宝でも手下でさえ死ぬまで離さない欲張りで残忍な男さ。駆け落ちでもしようものなら地獄もそこまで追いかけてきて。それで二人とも殺される？まさか。嘘じゃない。私は何もそんなのを見てきたんだ。止めの弥太郎に一度捕まったら最後何にもできやしないんだ。じゃあもしいい人がそれほどひやーいことはないけん諦めるか、雪は降らんでんな、逃げて二人揃って殺されるか、どっちかだけさ。どうにもなりゃしないんだ。なああんたのいい人ってどんな人？どこにでもいる男さ。それじゃわからないよ。何をしてるの？別にどうってことない職人さ。と優しい人なんだろうね。今頃車の運転手に、あの背が高い低い、あなたのことなんて呼ぶの？おい、おまさ、あれは鳴らしながらあんの？何とも言うの？誰に対しては？例えばよ、歩きやろうお母さんだが、後ろ車がこう、そしたらブー言うて鳴らしやなすろ、昔は、うん、あ、鳴らしていけん。今日はいい気持ち。歩きよりそうで気づかんかったら、気づいたら素振りしたら鳴らす人だから、うん、できるだけ鳴らさんがいいから、うん、なあ、もう少し一緒にいてくれるだろう。私はいいけど、ここにいたいんだ。できればずっと。うん、お願いだから少しだけでいいから、うん、一緒にいておくれよ。うん、いいよ。それから3日経った。
おもとも伊兵衛も外へ出ず、盗賊改めの新しい手がかりをつかめぬまま、晦日まであと一日に迫った。これだ。誰かおるのか。誰か。お、何か。おお、菱屋だけの出入り商人を調べていたのでは見つからぬはずだ。見ろ。菱屋と、いつぞや中本彦人が殴られた両替商加納屋と両方の店に出入りしている物売りがいる。おまさはいるか。食べんの。は、うん、あんまり好きじゃない。辛いけどな。うん。おろくなら覚えております。もうこれでないよ。いや、お願いします。お願いしますよ。野菜の行商女でございますが、それがおもとのつなぎだ。わからんか。おろくは加納屋にも出入りしている。菱屋は何でしょう。加納屋はしばしばしめ。31日やつ。カズノコ凍ったああいうけ、うん、あんまり好きじゃないんやけど、あのカズノコは縁起がええって縁起がええなんて、でお正月にはカズノコ凍ったかないけんが思った、息子が凍ってくれた、凍ってきてくれとったんや、まあいいよ気がつくでなんて、あんた好き言った、うん、どうでも好き言うことはないけど、お正月のあれだけ、こうやって来たい。中途弁までは野菜の行商をやってたんですよ。あそこに。いただきます。あんた好き嫌いが多すぎる。おろくさん、今度菱屋にいた下におもとさんがいるんだけど夜中ないよ菱に行ったってしょうがないよ、とにかく下で待ってるんだから